NTT インディカーシリーズ第5戦インディアナポリス500マイル2024年5月26日米インディアナ州インディアナポリスインディアナポリスモータースピードウェ世界三大自動車レースの一つ第108回インディアナポリス500マイルインディー500は26日日本時間27日に決勝が行われ佐藤拓馬47ホンダは14位だった 3番手から出たジョセフ・ニュー・ガーデン、33イコール・米国、シボレー、が2年連続優勝を果たした。17、20年大会で優勝した佐藤は今季、フルスのレイホール・レターマンら2段レーシングからインディー500限定で米・インディカーシリーズにスポット参戦。予選10番手から3度目の優勝を目指したが、集団から抜け出すスピードがなかった。 レースは雷雨の影響で分け5時間遅れでスタートした。開幕戦でトップフィニッシュしながら失格になるなど今季に勝利だったニューガーデンは、ファイナルラップでパトリシオ・オワード、25イコールメキシコ、シボレーをオーバーテイク。1、2年のエリオ・カストロネベス、49、ブラジル、以来22年ぶり、史上6人目となるインディー500連覇を飾った。2位はオワード、 3位はスコット・ディクソン、43イコールオーストラリア、ホンダ、だった。